森田さんお願いします。私も最初ですまた震災の感じですね、呼び出してたんですけれども途中で目をぼやけちゃってですね老眼がもっと進んだのかなと思ったら知らない間に涙をこぼしてました。この本というか小説を読んでですね自然に涙がこぼれてきたというのも、あまり経験がなくて私もびっくりした感じがするぐらい、感動しました。でなんで感動したのかなと思うのはよく言われる絆だとかつながりだとかねそういうことを前面に出したものじゃなくって逆にこの母親の方から逆にどうですかねその子供を預かりたくないというよね、面倒くさいというか厄介なものをね背負わなきゃならないというよね本音がきちっとこのあれがよく出てるようなねちょっと地点今まで のああいう震災問題とかそういうものとはちょっと違うところの視点というんですかねそういうところがあるのかなと思いました。本当に作り物かもしれませんけれども作り物にしてはかなり私はリアリティもいろんなところであると思います。どこでしたっけね子供をぎゅっと抱きしめて会った時に235ページですねこれ秀逸ですよね。ただ抱きしめたとでぎゅっと力を入れると骨がないようにぐにゃぐにゃ揺れたというかこういうところはもう素晴らしいですね。涙はいくら流してもいいような感じのところがあったようなこの辺のところものすごく真実味があったような気がします。ですからこの作者の経歴見ても非常に書き手としても素晴らしいんでしょうけども視点もそういうことで非常によろしいでしょうからさっき言いましたようにこういう絆だとかそんなことではなくてこういう小説をですね今いる政治家が本当読んでしっかりとやっていただければと思います。これは作者が用心しすぎてますね。僕はこう思いました。非常に用心してまず自分の夫を県職員にしてそしてそのあいつにして仕立ててそして海人と陽子という2人の子供を育てている自分であってこれは震災村になくても祐介というその親戚の、遠戚のおばあちゃんのお孫さんを引き取ったということで なんか震災を無理やりつけなくてもいいという自分の自覚があってそれでも震災をつけないと自制がないんじゃないかというようなそういうこうスタンスが見えてきてで慎重に慎重になって結局話の中心はやっぱりその祐介を巡っての、話になっていって結局その震災の話と祐介の話というのがまとまらないんですよ読んでてもでもまとめ読んだ人にその違和感を与えないようにというそういう慎重さがあって私は当事者ではありませんよ夫が そこの出身ですよっていうふうに非常に慎重になっていってそして話を作っていくというものすごい警戒心のある人で文章がうまいだけにそういう姿勢を取ったことで話を作り上げれるこれ聞き語り体験体はないですけどなんか聞いたような話を上手にまとめたんじゃないかと思うんですよ。そういう意味でもそういう聞いた話という雰囲気がちらっと出ちゃうように思ったんですよ。私も読んで体験ではないにしても経験ですよね聞いた話ってそれで、その話をここまでまとめ上げるっていうのはよっぽど警戒してその作者がそれでも警戒しても作品になるんだという力量を持ってるんだなと思ってちょっと老人誌の作品というよりはプロがやっぱり作った作品だということでなんかこう読んでいっても素直には感動できませんでしたね。うますぎるなということです。警戒しすぎてうますぎるな。以上です。はい、私も国会で昨年
4月ですが、まあ、5月にかかりましたけれども、この震災に関連する小説を一つ書きました、震災そのものは話の中の半分ほどなんですが、しかしトータルとしてその震撼とするような出来事に出会ってしまった人間が、まあ、2人出てくるんですが、1人は若いタクシーの運転手男の人で、1人は友達をその南の海辺で流されてしまって悲しみに暮れている、まあ、おばあさんですね。でそういうのを書かざるを得ない気持ちに、あの震災の直後になりました。あの時にその被災した人たちの人数、まあ、何万人もいらっしゃるんですが、その関係者、さらにまたその関係者、たくさんの人の中にどれだけの物語が今回できたことでしょう。それらは、まあ、経験したものでなければわからないことももちろんありますが、想像力を巡らしていくことで出会うという、出会ってしまう、向き合ってしまうということもやっぱりあるわけで、この方の作品がこの時期に、ふさわしいものだったかどうかは別として、非常に見事に書かれていると思います。私が、今お話ししました、昨年の4月に書きました小説を、北陸の新聞社がある程度評価してくれましたが、その時に私はたくさんの情報をテレビや、その新聞や何やかんやで人の話やも含めてですね、たくさん持っていましたが、でもこの中に書かれておりますように、その新聞やテレビで分かることなどたかが知れている、そのはずだと、これだけのことがあったのだからと思われましたので、どこか東北の一箇所行きたいと思いました。だけど東北はあまりに広い、どうしたものかと思っているときに、石巻日々新聞の6枚の壁新聞という、まあ、門川新書ですかに出会いました。でそれを読んで、じゃあ石巻に行こうと、地理的なものも頭に入れて、東京に出かけてきましたときに、足を伸ばしてタクシーで回りました。で今年またその石巻に行ったわけです。昨年は石巻の南の方の大曲というところを回りました。海に非常に近いところです。今年は運転手さんの勧めで女川町を回りました。何にもなくなっていました。まあ、あの20メーターに近い波がどれだけの力を持ってぶつかってきたのか、この小説の中にもありますけれども、人間の体から腕ももぎ取っていくという水の力、そういうものに出会った時に人はどう考えるんだろう、だけど自分のその許容できる範囲でしか語れないし物語れないし、の中でこれだけ書けるということはやっぱりすごいと私は感服したわけです。長い話になりましてごめんなさい。震災文学という概念をもし打ち立てるとしたら、ちょっと僕らの雑誌で特集やったんですけどね、たまたま関東大震災との比較などをしたときに、あるいは関東大震災で主に江東住田地区が相当やられたわけですが、特にあの被服廠のあたりでね、で富山方へのああいう、関東震災期っていうリポルタージュがすごかったりとか、あるいは戦争の、ね、被害でも広島になりますが、太田洋子の屍の町なんか読んで、要するにそれぞれの大きな事件にモニュメンタルな文学作品が生まれるっていうことを考えたいときに、例えば太田洋子の屍の町は読んでみて、あもう爆弾にやられた人がこう這い上がって、で何日か過ごして、あの広島のね太田川の周辺で、これはもう目に見えてすごくて、小田先生漱石衣装じゃないですかって野口先生って人なんかに聞いたりもしたんですよね。でこの作品は東海のこれはあの一つのビューっていうか、あるお母さんの、で震災に限りなく近いけど当該者でない人の視点ですね。で最後子供が、これ子供がもちろんキーなんですが、
子供を巡ってやっとこう見つかるというそこまでのあれがだだだだおっしゃってミステリアスもあるし読ませる形になってる。ただちょっと最後の方もう少し子供のね空を見上げてるのもいいんだけどもうちょっと始末をしてくれてもらいたかったの。そこで言えるのはこの子供の視点でね特に大川小学校は相当何十人も死んじゃったわけでまあもちろん大川小学校の視点に立つのは大変かもしれないけど子供の視点でこの大人の作家が書く作品これはもちろん大いなる想像力でしかないんですね。だって当事者じゃないからね。まあだからよく言われてるんですけども震災今度の震災文学は 2,3 年は最低経たないとベトナム戦争でもそうだけど戦争ってのは直後には生まれませんからね。そういう意味でいけば当事者のもう津波で九死に一生を得たっていう人の作品が、まあ、皆さんの中で他の同人誌で見てらっしゃる方がいられたらちょっと試算お願いしたいぐらいなんですけど、はい。では、次に行きたいと思います。今日も時間があるんですけどもみっちりやってますよでは、次の最後のマーサの足音に行って、第1次投票をしていただきたいと思いますが、では、マーサの足音はいかがでしょうか。八角さんからお願いします。そうですね、なんて言おうかなっていう感じがしたんですが、まあ、性の問題をここまで扱える人が、同人誌の中でいるんだなって驚きと、それからタイトルにマーサの足音ってあるので、マーサっていうのは何者かなっていうその深層心理的なものを、まあ、心理学的にはだいぶ興味がありますので考えたんだけど、まあ、秘書さんはものすごく力のある作者だと思います。文学的に言えばその先ほどの、黒い水は、非常によく書けていたりなんですけどそういう意味の文学的なそのなんだろうなこうテーマに対する取り組みの、深さっていうかな力量っていうのは、僕はこの方が一番あるんじゃないかっていう感じを直感で持ちました。で、じゃあこの作品が、受賞までいくかっていうと何だろうなやはりその時事性の問題もあるしそれからやはりそのマーサの足音っていうふうにしてるんだけどマーサ自身は実はあんまり描けてないというか、そう超自我的なフロイトで言うと超自我的な感覚もないわけじゃないんだけども最後あたりで、それを向けて、子供をはらんじゃった自分自身が、子供と生きていくようなところが描けていて、自我の非常に構造的ですよ図式的に言えば自我が超自我から脱出するようなそういうフロイト的なテーマっていうのも考えられないわけじゃないんですがそれは私がフロイトとかそういうのをだいぶやりすぎたせいでそういうふうに読むんであってやはり、マーサーが結局この住む前の家主だったと家の主だ家主家の主で長い間一人暮らしておばあさんっていうふうに書いてあってやはりそこを出るものではないとだから妄想なのか幻想なのか何とかっていう感じで最後セッティングするんだけどやっぱりそれは私は、抜けませんでしたその観点がねその欠けていないけどだけど性に関してですねこういう性を受け止めてそしてそういう女性を描いてそして最後妊娠しちゃってそこで行くっていうのは非常にすごいなっていう感じでこれは、ちょっと男では書けないような凄さがあるっていう凄さを感じました。だけど作品自体のまとまりからすると今言ったように「マーサの足音」ってタイトルをつけながらそこのところはやはり作品としては、ちょっと肉離れっていうのかな何だろう、なんか、いやーもうすごいこれで、脱帽ですっていうわけにはいきませんでした。以上。